はい、どうもボブチャンネルです、本日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。in、路上のベンチでございます。おめでたいことで今回で100回目となります。はい、今回のお酒は、セブンプレミアムから出ておりますマイナス196度イエローショットでございます。こちらのものがアルコール 9%、 果汁 0.1% となっております。100回記念ということでこちらなんですが、特別なやつですね。セブンプレミアムから出ております、サントリーのマイナス196度の、製法を使ったイエローショットという、レモンスカッシュみたいなチューハイというような表現ですかね。こちらをいただいてみようかと思います。はい、ウェイワンハンドで開けばいいなぁと開いたかなぁ。はい、開きました。はい、透明そうな液体ですね。はい、それではいただいてみます。確かに飲んだ感じはレモンスカッシュのような感じがしますね。果汁が 0.1% ですけど、レモンつけたお酒が入っているダブル製法みたいなやつですからね。レモン感は確かにあり、表記の通り強炭酸ではありますね。はい、あんまり頭の中でお酒という感じがしない飲み物です。ただ2回目飲んでみるととても胃にきます。頭でお酒と感じる前に胃がグワグワしてきます。お酒です、完全にこれは。レモンスカッシュの皮をかぶったお酒ですね。すごいレモンスカッシュっぽい感じはするんですけど、やっぱり後からお酒が追っかけてきますね。頭では感じないけど体が感じる感覚ですかね。飲みやすさはだいぶあるんだと思います、これに関しては。食事系にもこれは耐えられるんじゃないですかね。すごいなんか甘さが甘いとかいうわけでもないですし、はい、ジュースっぽくもないです。お酒っぽいっていうかお酒なんですけどね、完全に。飲みやすさ的にはいいんじゃないですかね。ただこれも感覚的には本数重ねると危ないですね。気をつけてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。